ってな感じでやってまいりました。けれども、はい、今日何するんでしたっけ？今日は、はい、まいちごを食べて帰る。とかだったら嬉しいなって思ったんですけど、かわいいちごってさ。うん、好き？<laughs> <laughs> そもそもよえ合コン、うん、好きだけど、割とだって。あいつらさ思ったより甘くないでしょ。うん あ確かにね許許せる僕は許せないよなんかああいちごってすごく甘くて美味しいイメージ、うん、あるわって言って食べるじゃん <laughs> あ大抵甘くないじゃんそんな謎謎みたいな感じで入るんだねでなんかドイツかオーストリアかどっちかか忘れちゃったんですけど、うん、そこで食べたいちごが本当に美味しかったんですよ甘かったのそうめっちゃ甘くて高宮とねデビルと3人で行った旅行だったんですけど「うんうん、いやこのいちご本当に美味しい!」って言ったら高宮に、うん「 砂糖でつけてるからだよ夢壊しにかかんなよ言われてああじゃ生じゃなかったってことそう砂糖漬けにされてたから甘くて美味しかっただけで僕が美味しいと思ったそれは砂糖のそれで砂糖の砂糖が好きなんだなってなるほどねしょうがないよいちご野菜だもんだってあ野菜なのだってなんか気になるやつが果物ってああいうねスイカはだから野菜なんですよ あとイチゴってさ、うん、あのすげえ近くで見るとすげえ毛生えてるじゃんあー確かに、ね、あれだ許せなくて僕抜きたくなっちゃうのしかもさうん、うん、美味しいイチゴに限って甘いイチゴに限って毛が黒いの、うん、これ分かってくれるみんな分かる分かる美味しいイチゴの毛って黒くね <laughs> 決定言い方やだけどねげー近くで見るとマジで本当にね人間の肌みたいな生え方をしてるのよあれがねどうしても許せなくてねでもイチゴは僕も大好きですあどっちだよ、はい、<laughs> 嫌いなのかと思ったじゃんそこまで来たら<べ>許せないのに好きなんだそうでもショートケーキでは存在価値は一番ではないので一番最初に食べます、うん、あーなるほどねえ取っとく人割と最初に食べるかもななんか<あ>倒れた時にさ、うん 二次被害を起こす可能性あるじゃんかななんんんかか飛でってっててことそうなんか崖の上に立ってる家みたいななんか崖の上に立ってる家ってさ土砂崩れを起こした時にさ家が一番攻撃力でけえじゃんあーそうだ、ね、岩とかと一緒で、うん、ああってなるねそうそうそうガシャって崩れた時に、うん、巻き込まれてうわ土砂だーもそうだけど、うん、家家だーみたいな衝撃もでけえじゃん<笑><笑>イチゴだーってことだそうそうイチゴだーボトンってこう倒れた瞬間に皿の外に駆け出していくのは、まあ、まず最初にイチゴじゃんあーでも あれじゃんほらいちごをさ横にポンって置いといて、うん、最後に食べるより残していく、ね、家をね排除しておく人とかいるけどうそういうわけでもないそういうわけでもないね。もう多分そこに横に置いておくっていう知能がないくらいには多分 I.Q. が下がるからケーキ食べるときってそういうこと？そうケーキうまっうまっ,って食べるから、うん、あどうしたそう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  <laughs> やばいちご食べる俺 <laughs> そ,うそうなるから突然的に横に置くとかいうことはないわけで。うん そうだからもう最初に食べちゃう、はい、じゃあ我々のいちごショートケーキファンアートを書いた場合、うん、え楽しみに取っておいたのになんで食べちゃうのみたいなことはないないもう最初に食べちゃういちごだ <laughs> ショートケーキではザクザクザク終わり <laughs> よろしくお願いします